サワディークラップフェンフェンチャータイ映画監督の是枝裕和です。怪物がタイで9月14日から公開になりました。この映画はですね、僕がとても尊敬している坂本雄二さんという脚本家の方と、いつかご一緒したいなと思っていました。坂本龍一さんと、一緒に映画を作ることができた、とても感慨深い作品です。タイの皆さんがこの映画のことを気に入ってくれることを願っております。劇場でお会いしましょう。コップンクラップ。